ハンターキャッツはアロヒロシによる日本の漫画作品及び作中に登場する主人公たち賞金稼ぎのチーム名。月刊少年キャプテンにて1993年頃より連載開始。同種の後期の看板作品の一つとして1996年8月号まで連載された。単行本は前後刊。2014年12月には電子書籍版が クリークリバー社から刊行されている。各館に数ページの描き下ろしが追加されている。2015年にはビーグリーからも電子書籍版が刊行されたが、こちらには描き下ろしは収録されていない。同作者による漫画作品、シェリフと背景設定と登場人物の一部を共有しており、本作はシェリフの四年後の世界を描いた姉妹作にあたる。ただし、 連載し、読者像が異なるために、主人公交代が行われており、また描かれる内容も、前作よりも広い舞台でのものとなった。第5巻の最終ページでは、第1部巻と明記されている。その後の展望については、クリーク・リバー版電子書籍5巻にて、第1部の2年後舞台とする構想が、数ページ描き下ろされている。ハンター・キャッツは、 あらごとの多い賞金稼ぎ業界にしては珍しい若い女性三人構成という代わり種の賞金稼ぎチームだが彼女たちは普通の少し腕の立つ女性などではなかった彼女たちはそれぞれにとんでもない特技を持つプロフェッショナルなのである三人はその特技を生かし今日も悪党退治に精を出す凶悪化した この世界で犯罪に立ち向かう賞金稼ぎチームハンター、キャッツ。日常の小さな事件から国際犯罪組織が絡む大事件まで彼女たちに解決できない事件はない。若い女性三人構成という代わり種の賞金稼ぎチーム。名人と呼ばれる手袋職人、原発金星の特注手袋を愛用している。 作中の世界では国による警察業務は国家警察レベルのみを残し、地方警察は民営化されている。これによって検挙率も低下し、犯罪者を捕獲もしくは処分した者に賞金を支払う賞金主制度が施行されている。その賞金を得ることを制御とする賞金稼ぎ同士の相互扶助のために設立された組織、警察に準じる規模を誇り、 組合ビルには屋上ヘリポートや遺体安置室などが存在する。新規に賞金がかけられた、または賞金額がアップした重犯罪者などは入札を行って捜査、捕獲の優先権を決めているほか、成績の良い大手に優先して権利が圧戦されるが、特殊な事例の場合は組合側からハンターを指名することもある。犯罪を犯し、逃亡。 潜伏中内し現在進行型で犯罪を犯している者たち。警察や直接被害を受けた内し受ける危険性の高い国家機関、企業によって賞金をかけられており、捕獲内し殺害することで賞金が支払われる。1993年10月10日 ISBN4 から19から83万3100から6994年5月20日。 ISBN4 から19から83万6から2995年4月25日 ISBN4 から19から83万67から4996年1月15日 ISBN4 から19から83万116から6996年11月25日 ISBN4 から19から83万147から6 ありがとうございます。